ナイスボール。タニーです。どうぞどうぞ。バッター上がった。はい。オッケー。そこ。はい。ナイスボール。ナイス。オッケー、オッケー。さよなら、行きます。オッケー、ノはい。OK。やったー。よし、はい。はい。はい。ナイスオッケー。はい。バンバン。おお。おお、うまい、うまい。で、今日、1日、1試合目、2試合目、このメンバーで、紅白戦を行いますので、ちょっと皆さんの自己紹介をやっていこうと思います。おはようございます。32歳、ユサです。よろしくお願いします。はい、キズナグローブ代表でーす。おはようございます。30歳、新山です。よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。20歳、リュウヤです。お願いします。おはようございます。28歳、三浦です。お願いします。おはようございます。渋谷です。よろしくお願いします。はい、お願いします。35歳ですけど、足引っ張らないに頑張ります。お願いします。35歳、藤川です。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。15歳、菊池龍河です。よろしくお願いします。わけーおはようございます。22歳、ゴースラです。よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。26歳、淵本です。よろしくお願いします。はい、淵本、お願いします。おはようございます。29歳、杉本です。よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。38歳、宝崎です。よろしくお願いします。おはようございます。はい、あ、藤川さん、ごめんなさい。はい、今日で32歳ラストになります。プロ TV 作品マジです。明日誕生日、明日誕生日です。何もありませんけど、あ、だってお祝いの言葉だけいただければ、はい、何言ってんの、 MVP 狙いに行くでしょ。そうです、それだ。ちょっと MVP 取りに行きますか、じゃあ、お願いします。お願いします。と、あと、ラガズ斉藤先輩、今ボール拾ってるのが方がで、戦わせていただきます。本日よろしくお願いします。Let's go! Let's 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 go! Let's
お願いします。ポジションはショートとピッチャーです。ショートとピッチャーです。お名前を。ウィングです。ウィング。はい。カタカナですか。カタカナです。です。お願いします。あだ名みたいな感じ。前田です。よろしくお願いします。ポジションは内野全般です。お願いします。お願いします。ポッチョです、ポジションは外野です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ナビです。ポジションは指名打者です。お願いします。ありがとうございます。モッチです。ポジションは外野です。お願いします。お願いします。こんにちは、高橋です。ポジションはファーストライト、ピッチャーです。お願いします。お願いします。ショーヘイズ、GS のコラボのイベントということで、今回はやっていきます。今回は、もういます。1試合目の MVP が、はい、こちら。GS のグローブ。公式の端材グローブです。公式の端材グローブ2万円ぐらいですね、だいたい販売価格。こちらをネットで販売するとしたら、あ、1分10秒ぐらいで完売しちゃうぐらい、何個15個1分ちょっとで完売しちゃうようなグローブを今回取り置きしてもらったので、MVP もそうですけど、もうこっちも面白いですよ。さやまチャンスというさやまチャンを、プレゼントするんですけど、ヒット1本打つたびに地元名産の狭山茶です。はい。引いてください。はい。そして、まあ、これは1試合目、2試合目、両方なんですけど、こちら、多分メール流したと思うんですけど、2試合目の方なんですけど、2試合目、こちらは、9時っていうか、MVP 賞1名と、1試合目のそれぞれのベンチの方々で、じゃんけんしてもらって、勝った人が MVP と同じ賞をもらえるっていうことで、3つ用意してます。中身を見ていきましょう。ドラフトと一緒で3枚封筒が入ってます。あ、なるほど。はい、この中に1万円券、そして5000円券、そして最後が1000円券があります。はい、これを3名でドラフトみたいに同時に開けてもらう感じですね。だから活躍しなくてもしても、あの2試合目はこうじゃんけんを勝てば ゲットできるということで、はい、でこれだけじゃなくて実はこれ以外にあるんですよね。はい、これをゲットした後にじゃんけんの権利を得ますと。自分とじゃんけんをする、で勝てばこの割引が2倍になります。ただ負ければ0円。やばいやばいやばいっていう感じです。1万円引きの人は2万円になるし、5000円の人は1万円になるし、はい、っていう感じなので、 GS のグッズとか持ってる人いますか？いろいろ持ってますよね。パーカーとかクリアとか、あのスパイクグローブがあると思うんですけど、まあ、そういうのに使えるということなので、ぜひ、MVP かじゃんけんのこのちょっと準備もお願いします。はい、ここの準備もお願いしますって感じで、今回は、そういうのを何ですか、まあ、2試合気が抜けない、そう気が抜けない感じだと思いますので、楽しく怪我なくやっていきましょう。はい、大丈夫ですか？何か質問ある人？ホームラン賞とかあるんですか？ホームラン賞あります？ホームラン打つ人いないでしょ。いないですか？いないでしょ。ホームラン打つかもっていう人います？ホームラン打つかもって人いないですか？大丈夫ですか？いないですよ。あ、いるね、いるね、いるね。そしたらじゃあマスクあげる、マスク、あ、マスクあげる。使い古しいらない。あるから、あるから。じゃあホームラン打ったらマスクあげましょう。はい、じゃあ怪我抜きいきましょう。じゃあ1試合目、じゃあ1試合目始めます。よーし、お願いします。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、試合始まりました。チーム翔平の先発マウンドにはりゅうやくんが入ります。そしてバッターにはクリッチ。はい、先頭まずはしっかりと三振に打ち取ります。ナイスピッチ。はい、そして
チームヒロとバッターには2番近藤さんが入ります。はい、打った打球はフラフラっと上がった打球、サードがっちりキャッチ、ツーアウト。チームヒロと3番バッターは楠木くんです。強打者ですよ。ここはツーアウトからでも全然出塁のチャンスはあります。はい、打った、これがショート1回弾くもすぐ握り直し、ファーストアウト、スリーアウト。初回を3人でピシャリです。ナイスピッチ。チームヒロトの先発はウィングさんです。バッターには斉藤さん。はい、初球からストライク取ってきます。さあ2ストライク追い込んで、さあ走り打ちだが、これはピッチャーゴロ、ファーストアウト。こちらも先頭打ち取ります。ナイスピッチです。はい、2番にはブラザー TV 藤川さん、いつもねどぎつい打球打ってますんで今日も期待です。はい、これしっかりと選んでフォアボール。さあ両チームで初めてのランナーが出ました。はい、バッターには三浦さんです。打ったー、センター前クリーンヒット、お茶ゲット、ナイスバッティー。で、綺麗に弾き返しましたね。はい、そして4番には最年少の龍河くんが入ります。さあどんなバッティングしてくれるのか。これがショートゴロ、パースはアウトになります。ツーアウトです。さあバッター新山さん、いやらしいバッターですからね。さあちょこんと当ててとかもできるようなバッターです。さあこれ流し打ちがサードがっちり取って、ファーストアウト。ピンチ寄せようも無失点となります。チームヒロト、バッターは翔一郎くん、4番ですね。はい、これフルカウントから三振、悔しがってますね。はい、そしてバッターは木村さんです。ここからはね強打者しかいないですからね。はい、これ打ち上げた打球はライトチャージして、はい、アウト。斉藤さんナイスチャージです。はい、バッターには川田さん、3人で終わらないようにできるか。これが打った打球、ファーストがっちりとキャッチしてスリーアウト。この回も3人で抑えます。はい、バッターには保崎さんが入ります。すごいね、うまいバッティングしますからね。はい、捉えた打球、ただこれはセカンドゴロとなってしまいます。当たり良かったんですけどね。いや、いい感じですね。はい、バッターには久保すら大久保くんが入ります。若いですからね、大久保くんも。ただこれ相当いいボールですね。ナイスピッチ、三振となります。はい、この日じゃないや、翌日か、翌日誕生日の今泉さん。ただこれは落ちるボールかな、フォーク系、チェンジアップ系で三振となります。すごい落ちましたね、ナイスピッチです。はい、そのナイスピッチのウィングさんが打席へ立ちますと、はい、これがフラフラと上がった打球、これも斉藤さんのチャージ、本当に速いですね。はい、そしてバッターには前田さんが入ります。好打者前田さん、マーク貯めて、はい、逆らわずにヒット、ナイスバッティングです。お茶ゲットです。はい、来ましたよ、バッターにはおっちょさんが入ります。さあどぎつい打球見せるか、これが詰まってるんです、詰まってるんですけれども、おっちょさんシフト、めちゃくちゃ外野下がってました、しぶとく落とします。連続ヒット。はい、そしておたけびスイングでおなじみのナオピーさん、牽制、ただこれが悪送球となってしまい、ランナーは、はい、進塁となりますね。はい、ナイスランです。さあチャンス広がりましたよ。打ったー、ガツンと、これが右中間を割っていく。はい、1人帰ってきて先制となります。ナイスバッティング、難しいボールでしたけどね、うまく打ちましたね、ナイスバッティング。はい、そしてこの足ですよ、この足、馬淵さん、
さあ今日ねドギツ一発見せてくれるのか。よいしょ、これも逆方向へ、またまた宇宙変わっていきます。うまいバッティングでタイムリーに。おっとさん本人の前で使っとるやん。はい、ケンさんのポーズを決めてね。はい、連打ですね。はい、そしてここでまたまた候補者ケンさんです。やばいですね、この打線えげつないですね。打った、高田がと上がったフライだが、これは犠牲フライには十分。三塁ランナー帰ってきて、さらに追加点です。はい、ここでまた続きますよ。最年長高橋さん、いつになったら衰えるんだ、衰える気配が全くない。ただこれは変化球で空振り三振でもね、この回チームヒロと3点の先制に成功しております。はい、そしてバッターには口が入ります。これよく見ました、フォアボール。はい、お次のバッター杉本さん。さあね、1点でも返しておきたいこの場面。さあこれは上げてしまってショートフライとなってしまいます。ワンアウトです。はい、そして初参加の渋谷さん、さあどんなバッティングを見せてくれるか。ただこれはちょっと抜いたボールから三振となります。はい、そしてねピッチャー自援護したいところ、1点でも取り返したいところ、バッターボックスには龍也くんが入ります。ここでスタート、ただ翔一郎くんの盗塁阻止、友達フッチ刺されました。はい、チームヒロト、バッターにはヒロトが入ります。さあね、バッティング好調の時と差が激しいですからね、ヒロト。これはフラフラって上がった打球をファースト、おお、太陽かぶったのかな、でもナイスキャッチですね。はい、そしてバッターには大井さんです。さあね、この打順に大井さんいるの怖すぎっすよね。はい、これ走る走る走る、ファーストセーフ、しぶとくお茶ゲットです。ナイスバッティング、ナイスダッシュ。はい、そしてバッタークリッチの場面、これがセカンド正面、ヘタス完成、ゲッツーで結果3人で終了となります。チームフロートのマウンド、この回からは木村さんが入ります。龍也くん打つも、これはファーストゴロ、高さがガチリとってファーストはアウト。はい、お次のバッターは絆グローブ代表ゆささん、これ詰まらされましたね、セカンドフライとなってしまいます。はい、バッターは矢内さんです。ただ今回はここまでとなります。次回衝撃打球が飛び出します。チャンネルのコメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに待っててください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょTV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。